マディソン・キーズは、アメリカ合衆国、イリノイ州、ロックアイランド出身の女子プロテニス選手。2017年の全米オープン女子シングルスの準優勝者である。自己最高ランキングは、シングルス7位、ダブルス115位。これまでに WTA ツアーで、シングルス5勝を挙げている。身長178センチメートル、体重66キログラム。右利き。 バックハンドストロークは両手打ち。4歳からテニスを始める。2009年にプロに転向。2009年4月の MPS グループ選手権で主催者推薦で WTA 大会に初出場した。1回戦でアーラクデュラフツェワを7から5、6から4で破り14歳にして初勝利を挙げた。2回戦で当時10位のナディアペトロワに3から6、2から6で破れた。 四大大会は2011年全米オープンに主催者推薦で初出場。1回戦でジルクレイバスを6から2、6から4で破り四大大会の初勝利を挙げた。2回戦で第27シードのルーシー・サファロバに6から3、5から7、4から6で破れた。2013年全後オープンでは2回戦で第30シードのタミラ・パシェクを6から2、 6から1で破り初めて3回戦に進出した。3回戦では、第5シードのアンゲリク・ケルバーに2から6、5から7で破れた。5月のムチュア・マドリード・オープンでは、ラッキー・ルーザーとしての出場であったが、1回戦で、リダを6から3、6から2で破りトップ10プレイヤーに、初めて勝利した。2014年6月の英語国際で、初の決勝に進出した。 決勝では、アンゲリック・ケルバーを63、36、75で破り、19歳でツアー初優勝を果たした。2015年前後オープンでは、ノーシードから3回戦で、ペトラ・クビトバを6から4、7から5、準々決勝では、ビーナス・ウィリアムズを6から3、4から6、6から4で破り、ベスト4に進出した。準決勝では、セリーナ・ウィリアムズに6から7、2から6で破れた。 2016年6月の英語ンクラシックでツアー2勝目を挙げ、6月20日付のランキングで10位と成発初のトップ10入りを果たした。2016年8月のリオ五輪で初めてのオリンピックに出場した。準決勝でドイツのアンゲリク・ケルバーに3から6、5から7で敗れた後の3位決定戦で、チェコのペトラ・クビトバに5から7、6から2、2から6で敗れ、メダルを逃した。 2017年全米オープンで4、大大会シングルス初の決勝に進出した。決勝では、アメリカ対決となったスローン・スティーブンスに3から6、1から6で完敗し、準優勝者となった。2018年は、ツアーの決勝進出はなかったが、4大大会では、全豪オープンでベスト8、全仏オープンと2018年全米オープンでベスト4と、 安定した成績を残している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。